もうとにかくエアコンがね。あ、出た。エアコン問題。エアコンがまた治んない。3分の2やられてるからね、エレガタの。エレガタの3分の2エアコンやられちゃってるから、今。本当に、やっと、月曜日治るかな。ああ。って言われてるけど。うん、まあまあまあ、あ、来週の。来週の月曜日。うん。修理に来てくれると。なんか、イライラしちゃってさ。いや、まあ、暑いしね。確かにね。イライラするでしょう。なんかその古今東西ジョジョのスタンド順番に言うやつやろうっつって言われて、なんでまたイライラしそうなやつやん、なんだよ、なんで今やんだよっつって、あ、もうその最初のうちからね、嘘の話ですって言っちゃってさ、最初にさ、ないんです、ないんです、どういうこと、ないんです、スタンドなんて、意味が分かんない、スタンドなんてないんです、いやいやいや、ちょっとぶちまけすぎじゃない、いろいろとそれ、言えるでしょ、だって最初に一発目ぐらい、いや、言える、第3部とかって言えるもんね、タロットカード言っていけばいいんだから、マジシャントレッドとかで、ああ、そうね、そうね。だから、子供たちが言ってくるでしょ、その、パパパパって。パパパパって。パパって呼ばせるの、そもそも。お父さん。あ、お父さん。パパとは絶対に呼ばせないって。パパと呼ばないで、うん。人みたいになっちゃうから、パパとは呼ばせないっていう、かなり早い段階で。自分の、ママも言わせないと。うん、ママも言わなかったね。かなり最初だけパパとママだったけど、やっぱ幼稚園ぐらいで、あれ、このまんまパパママで行くとずっと大人になってもパパママだなってなって。まあまあまあ。だ途中で変わんじゃないのかな、変わんなかったもん、うちは。いや、そうだよね。今、じんちゃんも、今でも、ママ、うん、でも今、おじいちゃんって呼んでるからね。おじいちゃん、おばあちゃん。子供ができたから、そっち、でも心の中では一回、不意にパパ出てる。いや、もうでも、まあ、頭に一回、ママって出てから、展開してるわけでしょ。それを子供に見られるのがすごい嫌だから、うん、もう全然、あ。恥ずかしいんだ、ちょっと。うん、おじいちゃん。おじいちゃん、おばあちゃん。おばあちゃん。うん、って言ってるけどね。うん、ジョジョゲームって何なのさ、うん。ジョジョのスタンドを順番に言ってこうって。ね、だそれやってこうと。で、子供たちからのリクエストで。もう、暑いからさ、うん。あんなの全部ないですって。いやいや、ない。一番子供じゃん。そないですっつって、どういう反応するんだって子供。子供が。ないです、そんなスタンドなんて。ないです。一発目からそんなこと言うの超能力を具現化して見た漫画的にやったんです、あれはっていう。何の話でしたっけ、ジョジョ。ジョジョの冒険。スタンドを言ってこうって話でないですって。なんで急にそんなこと言うのだって。ルールから言ってた。もうルール無視じゃん。そうじゃん。全然ダメなんだよ。いや、それイラって言わなくていいのにさ、言っちゃったのね。言いたくなくて。それで、ああ、出たっつって。また、子供たちも。そうそうそう。ああ、イライラしちゃったっつって。ああ、つって。ああ、やってんな、つって。そうそうそう。またやってんな、ジンが。男男つって。ジンやっちゃってんな、つって。言われてんでしょ、だから、子供たちに。もう本当に。ああって顔されちゃうんです。まあ、うん、ダメだなと思って。それが休みを取った。いや、家で休みは良くない。休みを取った。家で休みが良くない。あるでしょ、なんかその、家族のさ、その、思い出作り的なとか。ああ、行くとか。あとなんかあるじゃん。夏休みの宿題を手伝ってたとかさ。で、今度はコンビニの数だ。なんでそれやるかな、まだ動きがあるから、外だから。まあ、外だからね。その奥多摩の一番奥地の上流のコンビニが、うん、山崎デイリーストアだった。はいはいはい。で、そっからまあ、セブンイレブン、ローソン、ファミリーマートね、もう。チェーンは関係ないのね。もう全部、だから、山崎デイリーストアは黄色いシール。セブンが赤。最初のうちなんだ、ファミマが緑でローソンが青じゃないで、貼ってってさ。そしたらさ、もう、川沿いが分かんないわけよ。川沿いに道があって、そこに、コンビニがあればいいけど、まあ、奥多摩ってさ、もう渓谷だから、うん、川100メーターぐらい下にあって、で、地上に道があると、その川と距離的にすごい離れてんだけど、うん、まあこれ沿いかとかっつって、まあまあ、あんまりないから、まあ、地図上にね、貼ってるんだけど、ね、もう下流になって、うん、もう最後の川崎とか、コンビニしかないわけ。ああ、そうか。そうか、店としてさ、その、東京都の何万分の1みたいな地図でさ、うん、今、それあんまり大きいとダメだからさ、まあまあまあ、広げてやる地図でさ、やってたらさ、うん、もう、最初にシール選ぶシールのサイズ、俺はこれは大きすぎるだろうっていう。直径5ミリぐらい。本当に6ミリぐらいのシールを買ってきて。もう完全に。いや、もうこれ大きすぎだろって、それやっと聞きましたね。同級生なんだよね、3人が。ジンが別に大人じゃねえんだよな。うわ、すごいんだって。ずっこけ三人組でしょ？虫がブワーってカメムシの大群みたいになっちゃってさ、下流が。ああ、まあまあ、そうね。張ってったらね。うん、だけど、川の沿いギリギリになかったりしてさ。うん、でもな、いいオチがついたのが、
一番下流の羽田空港のとこにあるコンビニが山崎デイリーストアだったの。多摩川のね。だから一番 上流と一番下流、最初と最後が山崎デイリーストアで終わったねっつって、じゃあデイリーストア、下流のデイリーストアも写真撮りに行こうっつって。いいじゃん。つったらそこが、まさかの、あの、空港職員しか入っちゃいけない場所にあった。へぇー。ああ、その中にね、敷地内みたいなね。でも、道路沿いから、カンパチから、その、ギリギリ看板が見えるから、写真撮って。うん、まあまあまあ。じゃあちょっと手前の、川崎とか、あの辺も写真撮ろうかって言ったら、もう、ありすぎて。ああ、コンビニがね。そう。同じじゃん、これ。まあまあ、まあ外観的にはね。外観を。確かに。これ、これどこだかわかんない。駐車場もないからさ、駅地下とかだとさ、もうわかんないじゃん、つって。まあまあ。だって空港の山崎デイリーなんかさ、もう空港だからさ、そこで車止めて撮ってるとさ、警備員の人来ちゃうんだよね、すぐね。なんだっつって。ダーツで逃げてさ。逃げちゃう。何逃げなきゃいけないんだと思うのに。そうだよ。別に悪いこと。そうだよね。そうでしょ。自由研究。自由研究で。なんかやってんですって言えば。なんで子供の夏休みなんかやってっからね、いろいろね。やってねえんだよ。何もやってねえんだけどね。余罪が悪いじゃん。そう、そうなんだよ。余罪なんかねえよ。すねに傷持つ片桐仁だから。ないんだよ。うん。悪かったですね。びっくりするぐらい。びっくりするぐらい悪くないんだから。もう、小中高全部悪いもん。全部悪くないんだよ。架空請求、架空請求。なんだそれ、そっちの悪さ嫌だよ。なんで架空請求。そんな時代じゃないよ。人人詐欺してたしね、人詐欺ってなんだよ。俺人、人だけど。人じゃねえか。あってんじゃねえか。片桐仁だけど。逃れようがねえじゃねえか。ああ。あってたから。もう、それでもう、だから逃げちゃうっていうね。やっぱ、ね、癖になっちゃってるから。言われたくないな。写真撮っちゃダメとか言ったら嫌だなと思って。いやいやいや、もう。夏休みの研究ではいいんじゃないのね。そうでしょ。だからそれは。エロい話、聞かせてよなるべく爽やかによって そんなコーナーじゃないでしょ。このぐらいの気持ちなの俺は。爽やかいやいや、あの夏、夏の青春のものみたいな。なんかもう。海の向こうから走ってきたから。いや。エロい話、聞かせてよ気持ち悪いこいつ。リスナーの体験したエロい話を送ってもらい、私、片桐仁が何射精できるかを判定するコーナーです。まあ、やついのね。エロ、ワイダン読みとしての能力だよね。まあね、よかったよね。やっぱ、リスナーのメールもさることながら、はいはい、このエロく感じさせない声質でこんだけエロいってことは、うん、もうワイダンツアー行けんじゃない全国は。ゆくゆくは。いや、エロが順次ね。やっちゃんの。まあ、やってたんだよね。やってなかったね。そうだよね。ネタでね。ネタでやってたもんね。片桐さんに、朗報というか、何ですか？その先ほどもちょっと、私、まあ、嘘かもしれないよなんて話をね。ね。作り話かもしれないよなんて話しましたけど。はいはい。早速先週。うん。うん。まあ、片桐さんが途中まで100点だったけど。ああ、あまりにもエロすぎて70点。70射精という。はいはいはい。のに最終的には判断したラジオネーム P ちゃんオス。はいはいはい。改め、アキト。うん。から、ちょっと片桐さんが、すごい気になってらっしゃった大人の4次元バッグ。そうだよ、そこだよ。うん、中身の写真が送られてきたんですよ。分かってるね。すごいね。そのものすごい量入ってるんですよ。チョコボールのおもちゃの缶詰みたいなことでしょ。で、大人版の何枚も送られてきたんですけど。何枚もあんの？はい。そうパッと見てペラペラめくってたら。もうパッと見もう心霊写真にしか見えないようななんか写真があったんですよ。怖いね。これ。心霊写真？はい。やばいよこれ。なんで大人の四次元バッグってそんな怖くないでしょだって。いや四次元。エロい話俺は聞きたいんだよ。と思ってたら、まあエロと怖さはねやっぱ近い。なんだろうと思ったら、これよくよく見たら人なんですよ。え？もしかしたらもう現物が。人が何人も写ってて。何人も？はい。これはね。これ、最後の。これは、行為をしちゃってんじゃん。女4、男2で 6P した時の写真です。6P? チーズじゃん。いや、 6P なんてもうチーズでしか聞いたことないよ。こんな、ローション。ことできてる人聞いてくれてるね、これね。何がハマったんだろうな、エレカ。4次元バッグには、これは何？え？わかんない。黒いやつ。めくっててください。めくってて。ローション。物がいっぱい写ってる。うわ、縄。
ああ、やっぱそういう、すごいね。使いこなせる。SM系のなんかこう、縛ったりする道具ですね。手首を縛るやつとか。はい、あ。ああ、入ってる。電話が入ってて、目が合うと、こんな入ってて、カバンの中ですよね。はい。爆縄。アナルハッピープラグ。なんだろうね、これは。この子、文字覚えたてから、すげえ読んじゃうよ。ゼリーね、入ってますね。すげえ読んじゃう。カタカナ調子で、この調子で普通に女性器の名前書いてあったら言うよ。言っちゃうよ、言っちゃうよ、覚えたてだから。全然見、あ、終わっちゃった。ぼんやりしか見えないな。どれ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 、ぼんやり、ぼんやりですよ。うわ、エロ。これ女の人の頭が4つありますね。エロ、上から撮ってるってことですか。はあ、なんだこれ。これはほん、もうちょっと解像度の高い写真か、映像が見たいですよね。何なんだよ。え、個人的にやり取りしてくださいよ。かっこいい、かっこ悪いよ、かっこ悪いよ。普通にスケベなものを見たいって言ってるだけだから。見たい見たい。あ、怖いよね、カッとなってしまい。まあ確かにカッとなっちゃうのね。あるからな。まあ片桐さんもなっちゃうからな、カッとなる。いや、本当にあるよ。片桐キックあるでしょ。片桐クッキー。いやいやいや、片桐クッキー出しちゃうでしょ。確かに、ね、片桐キックは出さないけど、本当ね、気をつけなきゃいけない。家族っつうのはね。なんだ家族っつうのは。なんだ家族っつうのはねって。ラリー、一緒にいるから。ラリー、一緒にいるからさ。ついつい怒っちゃうけど。まあ、うん、最近もちょっとカットしちゃったんですか。スマホばっかいじってないでっていう、俺がスマホ持ってんだから。そうよ。うん、お父さんだってそうじゃないかって。そりゃそうだよ。お前だってお父さんがスマホ、お前が持ってなかった頃さ、お父さんにこれやめてほしい、スマホばっか見てることって言って、お前やってんじゃねえかって。どっちが子供なの。なあ、楽しいもんな、スマホっつって。ただ結局着地どこなんだよ。自分に優しいんだよ。そうなんだよな。俺だってお前の頃スマホあったら見ちゃうもんな、つって。なんで怒ったんだって。じゃあ、急に歩み。じゃあ、さっきの怒りは何だったんだ。いや、そうなんだ。感情だから、それは。いや、すごいね。怒りが先行しちゃうんだから。面白い、ね。よくよく考えてみたら、もう。言えない。だいぶ座りションになったんじゃないの。まあ、家では立ち寄るんですね。禁止だよ、うちなんて。そう、またちょっとカットしちゃったんじゃない。いや、してないし。俺の時代はなってた。春田が座りションしてるはずにすげえ飛び出しちゃってね。あれすげえでけえんじゃない。いや、便座とね、便器の間からピュッと出てんじゃねえかなっつって。ああ、そういうことね、うん、下向けろっつって。今答えねえんだよな、あいつ。答えない、何も、うん、どうしてこぼしてんだお前。ノーコメントですって。うん。ほんとノーコメント。無視して。うん。なんで無視するの、わかんない。なんで内緒話だろ、これ。ちょっと。ラジオだけど。怖いんだよ。息子がノーコメント。無視すんだよ。いや、だったらさ、そう、外でやった方がいいよ。これ、放送されてるから、ね。そう、ちっちゃい声で喋ってるけど、全然聞こえてるから。大丈夫か。いやいや、二人で内緒話にされても困るのよ。大丈夫、みんな聞いてるから。うん。春田の友達がもしこれ聞いてたら、お前すげえこぼしてるらしいなって言われるぐらい聞いてるから。ああ、やばい。やばいな。いいよね、やっぱね、片桐さんがね。もう無理だもんだって。ね、うん、俺なんか実体験できないから。確かにね。うん。教えてだもんね。教えて、なぜなら、お尻にいろいろ入れたいからだもんね。それもあった、そういう時代もあったけど。うん、まだ諦めてはいないけど。うん、あと、男の潮吹きした体験したいからってのもあるね。もう、こうかみさんの友達みたいな人でさ、私は服は脱がないし、白衣を着てますから、そういうお店じゃないですって。何の話してるの。男の潮吹き。男の潮吹きのお店の人。ああ。いるんだ。こうかみ少女さんの友達。男の潮吹きっていうのは気持ちいいんですよね。らしいですよ。それを専門でやってる女性ってことですか。そうです。はあ。風俗じゃない。違うって言いました。私は服脱がないです。そういう研究所ですみたいな。そういうでこうジュンコも行ってみたらいいよって、こうさん行ったんですか。行ってないです。そう言いましたとか。月末書でおしゃべりになってますけど、やっぱ高尚なものだと思ってる。そう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 。え、じゃあそこ行っていいんじゃないですか。そうじゃないから。そうなんですけど。医療行為みたいな。ね、その奥さんにも怒られないし。医療行為ださ、医療行為ではないって言われて。ああ、だから自律神経のなんか、でも医療行為とも言えるんじゃないですかって。そうそうそう。聞いたり。飲みの席の感じだったけど、俺はすごい気になったで。てないね。行ってみたらもう何年か経つけど。そろそろ。どうして祈り始めましたけど。行きたいっていう思いが、行かして行かしてっていう。うぐいすだにが。両手をもう合わせちゃってますけど。そこは、
すごいですね。すごいですよ。やっぱその好奇心だ、ね。でも風俗じゃないんだったら OK なんじゃないですか。うん、そうでしょう。でもね。なんで？え？鴻上さんも言ってんですよね。鴻上さん言ってないんだって。何が怖いの？なんか、ちょっと怖い。ちょっと変な気持ちになっちゃった。50手前だ。おじさんが。そんな、あ、私怖いの。の仕事だったらいい。男の潮吹き怖いの。射精するのが仕事になったらもう AV ラックだから。なんで仕事だったらいいけど、射精するのが仕事ってもう、それ AV 男優さんだよ。どういう仕事で来ると思うんだろう。わかんないけどね。だっておかしいじゃん。そうだよな。うん、今度はだから無理なんだよな。断らないのだって。なんだろう、その仕事だったらやるけど。そうでしょ。ちょっとテレビブロスのあの取材で、そう、ね、あの男の潮吹きを体験していただきたいんですけど、つったら、うん、いいの？でもしょうがないよね、そしたらね。そうだよね。タイアップされちゃったりしたらもうしょうがない。え、タイプ、あ、タイアップ。タイアップ。タイアップ企画なんで、これお願いしますって言ったら。だから、あの、ちょっとその、あれだよね、お姉の役をやるのに、体験入店でちょっと役作りするみたいなので、その男の潮吹きの役をやるから、ちょっと男の潮吹きを体験してきてくださいっていう。役作り？あるわけない。そんなドラマないわ。当て書き。当て書きで書いてもらうしかない、でも。ないな、うん、男の潮吹き役、片桐仁です。男の潮吹き役ってなんだよ。そうだったら役名もそういう名前だよ。潮吹き男でしょ。そうだね。潮吹き男っていうドラマをさ、作って。電車男みたいな。そうでしょ。潮吹くことで、その、あの、女の人と出会うっていう。ああ、そうだね。うん。賢者モードみたいになってね。いいじゃない。うん、いや誰か書いてください。そういう役来たらいけるけどね。そういう役来て、それやったら、それはもう、それはもうじゃないですか。潮吹き男。役だから、役だから、これあ。仮面ライダーの敵でね、出ればいいかもね。潮吹き男、恐怖。それはだっても潮吹き恐怖。恐怖、潮吹き男。貝殻の怪人だよ。貝殻の怪人。恐怖だよ。本当に今日、子供番組で。子供番組で潮吹き男が怪人だったらもう本当に、本当に恐怖だよ、これはもう。あ、恥ずかしいよって言いながら出てくる。拭いちゃうよって。おしっこじゃないんです。なんか出ちゃうんです、自然にって。あと風俗じゃないです。これは風俗じゃないですって。でしょ？でも医療行為でもないです。ああ、出ちゃうよ。リラックス、リラックスします、リラックス。倒さなくていいよ、もう。リラックスしますってなんだよ。ドライオンガラス。ラジオネーム、玉金ピロリロ。そんな場所で絶対そんなことしちゃダメだろう。どこで何をした？爆弾処理班の横で何回も、ドゥゲーンドゥゲーンと叫ぶ。バカでいいなこれはいや、ダメだよ。これは、最初は笑ってても。うん、確かにね。しつこいとも。ぶっ飛ばされちゃう、うん。そうだな。うん。あの、なんか重い装備でぶっ飛ばされちゃう。ドゥゲーンどうなんだろうね、今ね。爆弾処理は。あの、はい、レッツって。線みたいのあんのかね。知らない。ね、ドラマしかないんじゃないの？ないね。今もっとなんか、すごいことになってそうだよね。爆弾魔って超出てくるけどね。確かにドラマとか映画ね。次元爆弾、小包とかにね。もう遠隔とかでやるんだろうな、もう。そっちの方がいいよね、まだね。うん、だってなんか怒んない苦労し方しなきゃいけないんだもんね。スポンサーが。まああ、そういうことか。ああ、それもあるだろうね。だから車引くとか無理なんだよね。そうだ。そっか、車のスポンサーがいたらね。そうだったりとか。確かにね、だからもう、本当に鈍器で殴って殺すのしかないって言ってたよ。ああ、もう石とか、ね。携帯電話も、なんかそのタレントさんがその契約してなかったりしたら、携帯電話使えないってあったっつうだからね。だって鈍器がさ、スポンサーだったらどうすんだろうな。花瓶とか。鈍器がスポンサーっていうのは、花瓶。花瓶がスポンサーってないんじゃない？だから、ガラス会社。重いもの全般株式会社だったらどうする？重いこと全般株式会社ってなんで？すげえな、でもトップ企業だってめっちゃ稼いでるじゃん。ね。スポンサーできるってこと。株式会社重いものだったらどうするの？なんだ、もう業者なくなっちゃう。重いもの。なんでそれ、重いもの使いましたねって言われるの？やめてもらえますかね、株式会社重いものですけどってなっちゃう。重いもので叩きましたよね、今みたいな。大変だよ。そういうイメージになっちゃうんでっていう。まあね。俺、この前、あの、犯人役やった時さ、うん、犯人役じゃないでしょ、犯人でしょ。実物ね。犯人役で。ドキュメンタリーね。捕まってないだけね。あの、花輪が出てる、ね、あの、係、捜査一課長出た時にさ。警視庁24時ね。じゃあ、捜査一課長って言ったじゃん、今。あの、電話ボックスから、季節だからね。確かに。あの、痴漢でしょ？なりすましで電話するっていうシーンを。マミと痴漢ね。全然聞いてない。日本だって、日本だって、またこの男が現れた。いや、もう、それ、いや、ドキュメンタリーじゃん。ドラマ。捜査一課長。まさか、その、下着泥棒だけじゃなく万引きもしているとは。
これにはスタッフも驚いた。もう今あの公衆電話から電話するっていうシーンで、もう公衆電話を探すだけでもすっごい大変ですよ。そうないんだもん。ないからね。その公衆電話で俺が電話してるのが、ね、車の車載カメラにバッチリ映ってましたっつって突きつけられて、うん、私がやりましたって言うんだけどさ。私が鮭ました？鮭ましたって何だ。ああ。私がやりました。鮭を盗んだのね。鮭じゃない。なるほどね。人を殺したんだよ。トロフィー。この男はこういう男。軽い殺した。あれだけの反省を述べていた男がまたこの店にやってきた。足の先っぽだけ塩がすっげえつぶってるやつだ。ああ、だから、鮭ね。鮭のこと。え、殺したの？殺した役だったのね。やべえ。何で殺したの？トロフィー。あれ、重いものじゃない。トロフィーやばい。軽いトロフィー。ああ、ダメだ。トロフィーもあるからね。トロフィーも、それもう、株式会社重いもの的にはね。そうだよ。株式会社重いもの入ってる。でもね、20センチぐらいのトロフィー。重くないんで。長いものね。長株式会社で長いものもあって。だって、うん、まあ、あの、茶色い持つとこ持って、株式会社真ん中で殺してくれって言われたんだから。だから、うん、から横にグッってやったんだから。株式会社野球ってなんだよ。取れねえよ、そんな商標。株式会社野球なんて。スポンサーだったらそれでも殺せないってことだよ。確かに。うん、相当だよ、それ。難しいよ。うん、この番組はでしょ、株式会社。スポンサーどうするのってことだよね。重いもの。毒になるわけよ。毒殺。株式会社毒ね。あー、それも入ってんの株式会社毒がさ、ゴールデンタイムのスポンサーやると思うね。株式会社毒。株式会社毒と重いものや。なんでさ、その殺人事件の番組のスポンサーやってんのよ。やらすなよ。株式会社重いものと。もちろん車も入ってるでしょ。そうでしょ。株式会社車も入ってる。トヨタとかじゃない。株式会社車ってなんだよ。バカじゃないの。バカにしてんですか。うちがお金払ってるの。バカにしてるスポンサーだぞ。株式会社、それでも株式会社毒と、そしたらどう殺す。重いものなんだ。そしたらどう殺す。橋から突き落とす。ああ、ダメだよ。なんでだよ。橋も高いところ。ずるいや、増やすの。株式会社高いところ。ずるいや、そんなの。増やすなよ。株式会社高いところいなかったよ、さっき。もうだから、持病でしか殺せないよね、持病ってなんだよ。持病の悪化でしょ。持病の悪化で。悪化を促す、ね。そんなの殺人事件じゃねえじゃねえか。なあ、犯人いないだろ、それ、持病の悪化を促すの。悪化を促すの。促すのよ。お酒飲ませたり。それはないよ。でも株式会社お酒もいるんじゃないの。あ、お酒もいるけど。悪化を促すもあるからね、株式会社。株式会社悪化を促すが入っちゃったら、もう、もう作家さん。悪化を促すってなんで頭抱えちゃうよ、もう、わーって。そんな会社ばっかり、なんでその殺人、うちの、うちのこの殺人事件の番組にってなっちゃうの。本当あると思うよ。あと、その、殺す？その枠が死ぬほど人気だね、スポンサーが。見たこともない。見たこともない株式会社。じゃあどうやって殺すかだよ。もう、こうなったら。もう、狙撃、狙撃。あ、銃ね。銃で。スナイパーで。株式会社弾丸入ってるかもよ。なんだよ、株式会社。国内で弾丸なんか売れないだろうな。いやいやいや、猟銃、銃砲店がある。銃砲店ね。そうよ。なんとか銃砲店があるでしょ。まあな。拳銃。その拳銃に悪いイメージついちゃうんでってよくわかんない。やめてくださいよ。拳銃に悪いイメージついちゃうんで、ね、それはないじゃん。でも銃害とかをやるんだったらいいけど、いやいや人には向けちゃうわけですから、いやいや悪いイメージついちゃうんでってなんないですか。悪いイメージついちゃう。拳銃に悪いイメージついちゃうんで。人を撃っちゃうっていうのはやっぱ良くないからね。いやでもその悪いイメージはつかないと思いますよ、拳銃で撃っても。本当でうちはそれだともう降ります、それはもう本当。じゃあお願いします。なっちゃうからね。やっちゃうんだよ。多分窒息。株式会社だ。首を絞めればいいんだよ、手で。縄は。いや、手で。だ株式会社手で。縄はダメだよ。なんか物使っちゃダメだから。物使っちゃダメってなんだよ。だから手、スポンサーがいるから、自分の手だったらスポンサーいないでしょ。握力？株式会社。株式会社自分の手。握力か、やっぱそのあれだよね、スキンケア系が。ああ、スキンケア系が手のイメージ悪くなっちゃうんで、手の綺麗なの見せてね。いいよ。言ってくるから。いや手のイメージ悪くなっちゃう。手のイメージ悪くなっちゃう。みんなが持ってる手のいいイメージがあるわけだから。だって確かに、あったかいっていうな。ツイッターとかもさ、つぶやいたって言い方この前ドラマでしたんだけどさ。あ、ツイッターのことを、ね。そう、もうツイッターはツイッターでよくない、ね、東大も東大でよくないと思うよ。帝都大学っていうね。Google とかも変わるもんね。そうそうそう、検索エンジンね。そうそうそう、作ってね。もうよくないと思って。お金取られたくないと思っちゃうのかな。まあ、そう。Google は何に変わるの？グルグルとか？ああ。グッググルグルグーじゃない。すげえだけど、元わかるんですよ。グッググルグルグーグルグルグーで検索しようぜ。すげえ言えないやつね。グーグルって訳しちゃうよ。グッグでしょ。エロい話、聞かせてよ。
リスナーの体験したエロい話を送ってもらい、私片桐仁が何射精できるかを判定するコーナーです。そろそろ終わる予定なので今のうちに仁ちゃんの好奇心をお楽しみください。あれ今週で終わりじゃない？いやいや、もう楽しみにしてんだから。みんなすごい評判悪いんでしょこれ。評判悪いみたいよ。いやだから、でもそれ悪いっていう人が、でも俺はそう言うだけで、言ってるだけで、うん、あ悪い言葉ってんだ ね、伝わってきちゃうから。そうそう、本当は楽しみにしてる人ってすげえ多いと思う。確かにちょっとあのエロい話超好きなんだけどって言いにくいもんね。そうなんだよ、かっこつけてんじゃねえよな。いや誰に攻撃してる仲間でしょ。仲間嫌われてる人も嫌われてるし、仲間にも攻撃してるから、もう誰にも全員バカじゃないの。聞かせてよ。バカなんだよな。聞くだけだったらいいじゃないか。かっこつけてんじゃねえよお前とか言って。聞かせてよ。同類にも悪口。同類にもさ言ってさ。同類で悪口はない。だって本当は聞きたい。だからもう素直に言ったらいいじゃない。いやなんかそれなかなか言えないじゃん。だって神社なんてツイッターでさ言わないじゃん。あのエロい話聞かせてよ、本当今日も勃起しちゃいましたとか。つぶやいてないじゃん。だってそんなつぶやけないから、なおで今日も勃起しちゃいましたっていけないでしょ。そしたら連なっていけるじゃん。そうだ、だってカッコつけてんじゃん。あ、いやこれはもうグーの音も出ないこれはグーの音も出ないでしょ。言えないでしょ。だってそしたらカッコつけてるって。すごいなお前は。え終わりだね今日も。じゃあ今日がこれで終わりやだよ。もうちょっと AV の人のラジオってのはやっぱ無理なのかね。やってたんじゃない。いやもうやらしいやつ本当に。いやいや本当にやらしいのはないでしょ。ないか。ああ、本当に聞きたいんだね本当に。スケベなの。でもそのやらしい話がほらこんだけ盛り上がってるじゃない、うちの番組で。叩かれてるやつ。叩かれてないです。本当に叩かれてる人は信じられない。叩かれても信じられない、うん、みんなもっと聞きたいはずですって言ってます。言ってます。誰が。あのトイトイトイの高柳さんが言ってました。誰ですか。誰香川の、香川のわざわざえあのトイトイトイの高柳ラジコプレミアまで聞いてくれている知らないトイトイトイの高柳さんが LINE くれました。その人誰なんですか。誰ですか。トイトイトイの高柳さん。だからトイトイトイの個人の話されても全然誰も知らない人の話でしょ。ミュージシャン。ありがたいけどね。あの雑貨屋のおじさん。雑貨屋のおじさんがありがたいけど、雑貨屋のおじさんはそれはスケベなの聞きたいよ。そうでしょ。だからみんな聞きたいはずだよ。世代はどんぐらいですか高柳さんは。40前ぐらいですね。あ、だからもうおじさんですね完全にね。だから奥さんも子供もいますから。ああやっぱそういう状況になかなかなれないと自分がね。まあスケベな、ね、そういう時にやっぱこういう話を聞くだけでなんか追体験できるっていうことですよね。自分がそうなったらとかって想像できるっていうのがあるから、やっぱ残していかなきゃいけない。まあ、男は大体聞きたいんですかね。どう。いやでもは女の方が好きでしょ。好きだっていう人も多いですよ。ほら当然。ほら、まあ、ねそれね、うん。でもあんまりねずっとやるもんじゃないなってのは俺もわかるよ。バイバイ燃え上がって。バーバーバーって。バー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 って。めちゃくちゃ評判いいですっていうほどでもないですけど。まあまあそれ、ね。めちゃくちゃ評判が悪いわけでもないですよ。まあね、まあまあ。全然どっちもどっちもありますよ。それ賛否両論なんていいコーナーなんですよ。確かにね。そうそうそう。でもまあ、賛否両論はいいコーナーよ。やついが読んでくれないと嫌なんだよ。そうなんだよね。片桐さんはね。気持ち悪いよ。だから、いや、でも分かんない。だから、女の子が上手いリーディング能力の高い女の子読んでくれた場合、それは最高だよ。だよね。スケベだよ、それは当たり前だよ。うん、でも、例えばその、喘ぎ声とかを字にしてそれを読むってなると、またテクニック別になってくるじゃない？まあね。うん。うん。だから、そのやつに求めることはしないから、俺は。だからうちのセックスシンボルの川尻ちゃんに読んでもらう？川尻ちゃん。川尻ちゃんか。川尻ちゃん一番の巨乳なんだから。うちの巨乳ってやめて。うちの巨乳。太ってるやつだただの。うちの巨乳の川尻ちゃんが。川尻ちゃんがね。空いてるから今。ちゃんといるから。在籍してるから。川尻ちゃんだとそこに女性は見えないからさ。いや。おじちゃんだからさ、川尻ちゃんはさ。いやだって口元正規って呼ばれてたんだよ。だって一時期は。モルモルだよ、モル。一時期は。口元正規もしくはモルモル、ね。そう言われてた時期もあったんだから。そう、そういう生え方してんだよね。女性器の周りの陰毛のごとくヒゲが生えるっていうね。上の口が下の口みたいな。何だったんだけど。スケベだなぁ。スケベなラジオになっちゃいましたけどね、ちょっとね。京都行ってきましたよ。あら、京都行ったの。あら、行ったんですよ。京都ね。やっぱ京都ってすごい、やっぱプロだね。千年前からの観光地のプロ。この話の流れだともうエロい話。そうそう、エロじゃない、エロじゃない、エロじゃない。あ、そういうふうに、あの、羽伸ばして、その風俗行ってきたって、ね。行ってない、行ってない、もう。そんなないんだから。まあまあ、行ってない体でね。体でね。京都そこでもないのも。旅といえばなかった。テレビもないんだから。ね。うん。行ってない、手で。手で。いや、本当に。いい、いい。本当に行ってない。いい。行ってない。あ、行かなかったのね。そう、まあ、残念だ。残念だけどね。いやいや、行かなかったのやだけど、行ってない。行ってない。あ、そうなんですか。うん。抜けなかったってことね。うん、まあそうだよ。うん。
その場所ないんだよ。北海道じゃないからか。違う違う違う。行ってないんだって。え行ってないよ。だからその、嵐山のね。知り合いがいなかったんだね。いいホテル。嵐山詳しい人がいないからね。それはある。それは大いにあるけど。北海道だったら、じゃ絶対だもんね。絶対だね。絶対じゃない。北海道行くときは絶対じゃない。絶対じゃない。そうでしょ。絶対じゃない。風俗行くのは絶対って言ってるでしょ。風俗おじさんが嫌で行かないから、それは。ダメなんだったらこの話やな。うん、何がダメだろう北海道の話はダメなんだ。北海道が何でも言ってないんだから。ね、スタッフさんに頭に小便かけられる。シーンも取らなきゃいけない。そんな大浴場ないですから。ね。温泉じゃなかったんだよね、星野リゾートはね。スタッフに筋肉マンの技かけて。シーンも取らなきゃいけない。いや、俺46歳やね。スタッフみんな年下だよ。プロデューサー以外みんな下、監督含めて。なんでそれに筋肉マスターかけなきゃいけないのよ。俺も甘んじてマスター、筋肉マスターってこっちの協力だからね、ほとんどね。うん。乗ってあげる。あと腕を踏ませてあげるなんだから。逆立ちで腕を踏ませてあげないと筋肉ドライバーできないんだから。逆立ちして腕を。そうだよ。筋肉ドライバーね。筋肉ドライバー。筋肉マスターだってそうだよ。筋肉マスターなんか大変じゃんだって。筋肉マスターだと担げる体重のある人じゃなきゃダメだからね。まあそうも、ね、俺も当時ちっちゃかったから。ああ、そうかそうかそうか。前から3番目ぐらいだった時だから筋肉マスター甘んじてかけられたけど。俺70キロあるからね。こんな70キロある俺を筋肉マスターできる人、俺がいくら協力したっていないよ。まあね、うん。まあね。セリフもあるんだね。だからそう、まあちょっとそんなないんだけど、うん、だからほとんどモノローグって心の声なんで、だいぶ助かりましたけど。ああ、じゃあそれでやってるの本当に孤独のグルメみたいだね。そう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 、デザイナーがなんか一皮向けて旅してよかったな、みたいな終わり方をするっていう。全然人が向ける場所なさそうだけどね。そうでしょ。いや、だからそのストーリーの中であるわけよ。オナニーシーンでしょ、だから人が向ける。ないよ。その皮じゃない。皮向いてるとこ、ね、その皮じゃない。恥ずかしいから。恥ずかしいから。皮じゃないよ。俺、そんな意味で、一皮向ける、それ欲しくて言ってないよ。いいからなんだって。チンコの皮じゃない。そんなわけないじゃないね。それは心の声で言ってんでしょ言ってねえよ。チンコの皮も一皮向けたら。そんなチンコの皮も一皮向けたら。バカじゃねえかだから。ちゃんとしたやつだの。やめて。AV 紳士と同じ流れで置くのやめて、ね。いや、なんでよ。なんでよ、いいじゃん。だって AV 紳士なんてずっとやらしい話をみんなで楽しくできる番組でしょ。まあそうこっちはやらしい話しちゃダメなんだから。これは何ファンザでやるんですか。ファンザで。買い切り式ファンザじゃないんだ。買い切りしてる。ファンザで。サンプル画像は見れないって。ファンザで流れるやつね。流れるんでしょ、うん、流れないよ。片桐仁主演作。取り下ろしでしょ取り下ろしだけど違います。8時間はい、いやいや、15分くらいです。オンエア的にはね。15分じゃちょっと買ってもらえないよ、そんな短いの。ね、なかなか。今の時短すぎるよね。短いよ、それ。サンプル映像みたいなもんだもんね、15分じゃな。うん